はラブアップ。広島県因之島市出身の岡野明人と、新道聖一からなる、ロックバンド。1999年9月8日に、アポロで、メジャーデビュー。いきなりの大ヒットで一躍注目を集めると、その後も、ミュージックアワー、サウザージ、アゲハチョウ、無限、メリッサ、羽生マライダーなど次々にヒットシングルを放ち。 国民的バンドとしての地位を不動のものとした。アニメやドラマのタイアップソングを手掛けることも多く、近年では、お、oh! ーリバル、ザデー、キングクイーン、カメレオンレンズ、ブレス、ゾンビーズ・アレスタンディング・アウトといった楽曲が話題を、呼び、ジョイ・サウンドが発表した、平成で最も歌われた、アーティストランキングでは、第12位にランクインするなど、年齢を問わず、常に、 新たなファン層を獲得している。ポルノグラフィティというバンド名は、エクストリームのオリジナルアルバム、ポルノグラフィティが由来であり、大阪時代に、周りのバンドに負けない、インパクトのある名前がないとダメだ、目立たないといけないなどの理由から振動が名付けた。グラフィティの本来の綴りは、グラフィティであるが、由来となったアルバムタイトルに倣って、彼らも、グラフィティとしている。 主な略称はポルノであるが、メンバーは、卑猥な言葉でもあるので、言うときは気をつけてとしており、その他にも、PG といった略称がある。デビュー当初から2012年までは二人体制で、プロデュースを手掛けていた。サポートメンバーについて、特に決まった故障はないが、ポルノチームと称することがある。これは、サポートメンバーだけでなく、ポルノグラフィティの活動に関わる、 全スタッフを含めた故障である。サポートメンバーの変遷なんちゃんは、デビュー5発の単独ライブから現在に至るまでのほぼ、すべてのライブでサポートを務めている。玉が脱退し、二人体制での初ライブとなった、Meet the World Beat 2004から、エースライブサーキットオープンミュージックキャビネットまでは、小畑パンプ、高彦、野崎森尾、忠助 なおとなんちゃんの5人がほぼすべてのライブでサポートを務め、定番の5人とも呼ばれた。2007年11月から開催された、9th スライブサーキットポルノグラフィティがやってきたより、メンバーが大きく入れ替わり、セブンスアルバム、ポルノグラフィティの全楽曲の演奏に参加した、松永俊也、根岸ギ宗、AK、本間がサポートを務めるようになった。 2010年からはメンバーに世代が近い野崎信介、野崎森雄、総本校兵、南ちゃんを中心にメンバーが編成された。この4人はセットで固定され、2018年4月までのほぼ全てのライブでサポートを務めた。2018年7月に野崎森雄がサポートから離れることを発表。以降はメンバー編成が流動的になり、 2019年9月までは、野崎信介、タスクナムちゃんを中心に、メンバーが編成された。2020年12月に開催した、サイバーロマンスポルの20レユニオンより、玉田豊む、山口寛王、タスク、皆川雅人、ナムちゃんがサポートを務めている。2019年9月時点の、サポートメンバー単独ライブにおける歴代、サポートメンバー太字は、 直近の単独ライブのサポートメンバーを示す。その他の演奏参加岡野と、震度は、バンドマンを志したきっかけについて、中学生の時に、X を聞いたこととともに述べており、震度が、初めてコピーした曲は、紅だという。岡野は、方楽では、ザイエローモンキーやユニコーンなど、洋楽では、ボンジョビや、ガンズローゼズに影響を受けている。 特にガンズローゼズから受けた影響は大きく、高校3年の文化祭で演奏した、サイの衣装は、アクセルローズへの憧れから、父親の釣り用のベストだったと語っている。また自身が、四曲を手掛けた、レッツゴーツーザアンサーや、東京ランドスケープの歌詞中には、ガンズローゼズの楽曲、ウェルカムツーザジャングルと、イッツソイージーがそれぞれ登場している。シンドは、 邦楽では、バーベボーイズやチェッカーズ、中森明菜などに影響を受けている。特に、バーベボーイズから受けた影響は大きく、新道が、初めて購入した楽器は、高校1年の頃に買った、ソプラノサックスで、コンタのようにサックスを吹きながら、ボーカルをやりたかったと語っている。また、高校2年の文化祭では、バーベボーイズのコピーバンドを組演奏している。洋楽では、 ガンズローゼズやエクストリーム、エリック・クラプトンなどに影響を受けており、エクストリームのギタリストであるヌーのベッテンコートへの憧れは強く、シグネチャーモデルのギターも所有している。デビュー当初は、名前が覚えやすいようにという理由で、岡野明人が、明人、新藤聖一が、春市、玉が、白玉の名義で活動していた。作詞インディズ時代から現在に至るまで、 ほぼ全楽曲の作詞を岡野と新道が担当している。新道は、アポロ、サウダージ、アゲハチョウ、メリッサ、ハネウマライダーといった初期の代表曲や、オー、リバル、ザデーといった近年の楽曲など、ポルノグラフィティの大半の楽曲の作詞を手がけており、ビジー、中森明菜、坂本真ーなど、他のミュージシャンへの詞の提供も積極的に行っている。 作曲インディーズ時代から2004年までのメインソングライターはタマであり、2004年7月の脱退までサボテン、ウズ、ラックといった数多くの楽曲を作曲した。また、デビュー当初はプロデューサーの本間明光が作曲した楽曲も多く、2008年頃までにリリースしたシングル表題曲の多くは作詞、新藤誠一、作曲、AK。 本画の組み合わせによるものである。デビュー当初も、岡野と新道が作曲した楽曲はあったが、そのほとんどは、カップリング曲、アルバム曲として発表されていた。玉の脱退を境に、シングル表題曲を二人がそれぞれ作曲することが、増えていき、2008年10月リリースのベストアルバム2作以降、全楽曲の作曲を二人が手掛けている。編曲デビュー当初から、 AK、本間が編曲を手掛け、エースシングル、幸せについて本気出して考えてみたより、メンバーも編曲に参加。以降、3セカンドシングル、エグジットまでのほぼ全楽曲の編曲を、AK、本間とメンバーが手掛けた。2011年5月頃、キャリアを重ねたメンバーの未知なる化学反応を通じての新しい音の獲得と、 ポルノグラフィティのさらなる進化への昇華を目指したいという意向を受け、ミュージシャンやエンジニアといった制作チームのメンバーを一新。同年9月リリースのサンサードシングル、One More Time 以降は、楽曲ごとに異なるアレンジャーを迎える形をとっている。徳氏、江口亮、近藤隆タスク、リツ、佐木介、田中祐介、と見、み、よう。 総本校兵出身地の広島県への思いは強く、広島でのライブ公演は彼らにとって特別な意味合いを持ち、東京や大阪と並ぶ活動拠点の一角となっている。テレビやラジオでは、広島弁、ビンゴ弁によるトークが繰り広げられる。ライブ MC でも同様のトークが繰り広げられ、開演後最初の MC では、わしらが、 ポルノグラフィティジャという岡野のセリフが定番となっている。テレビ番組では同じく、広島出身の吉田拓郎の発案で、デビュー曲のアポロを広島弁で歌唱したことがあり、2009年には広島弁の楽曲、邪剣にしないで、を発表。翌年には、毎年1月に広島県で開催される。 天皇杯全国都道府県大公団市駅伝競争大会のテーマソングとしてレインボーを書き下ろした。因島はポルノグラフィティの聖地とも言われており、楽曲の中には因島や因島に実在する地名を意識して書いたと思われる歌詞がいくつかある。2005年11月には因島市の消滅に伴い、 メンバーの、因島市のことを忘れないでほしいという思いを伝えるため、市内在住の小中高生及び市内の小、中学校、高等学校在学生を無料で招待し、因島市民会館で、ポルノグラフィティライブイン因島を開催した。この時、会場全体で合唱した、愛が呼ぶ方へは、現在でも地元の学校の合唱曲に採用されるなど、 ポルノグラフィティと因島を結びつける大切な一曲となっている。島のみロマンスポルノ18ディープブレス2018年3月1日メジャーデビューを果たした1999年度に生まれた卒業生の門出を祝福するため母校の因島高校の卒業式にサプライズ登場。アコースティックアレンジで2曲を披露した後同年のメジャーデビュー記念日 20周年イヤーの始まりの日となる9月8日9日に広島県立貧乏運動公園にて外線野外ライブを開催することを発表した。しかし、着々と準備を進めていた7月に西日本を中心とした豪雨災害が発生。因島や尾道も土砂崩れや断水といった甚大な被害を受け、そのような状況下でライブを開催していいのかという。 葛藤がメンバーの中に生じる。ライブ開催の過否について議論を重ねる中で広島でライブを開催することが広島出身アーティストの運命や使命なんじゃないか。ライブを通じて広島の方々を少しでも元気づけたいという思いに至り、島並ロマンスポルの18ディープブレスの予定通りの開催を決定。同公演及び同公演のオリジナルグッズの 収益全額を災害復興のための支援金として寄付することを発表した。迎えたライブ当日は会場に広島ならではのフードエリアや犬島のお土産を購入できるエリアもあり、広島県の企業とのコラボグッズも販売された。初日公演では、あいにくの雨の中、豊かな自然に囲まれた会場で、 代表曲から前述の因島を歌った楽曲まで21曲を披露した。公演2日目も開催に向け準備を進める中、尾道市に大雨、洪水警報が発令。開門後の午前10時頃には、会場周辺地域に大雨による避難勧告警報が発令されたため、公演中止を発表。公演中止を受け、 数日間メンバースタッフで話し合いを重ね、ライブビューイング、島並ロマンスポルの18、ザライブビューイングの開催を急遽発表。同ライブビューイングは10月20日に、全国100カ所の映画館で実施され、初日公演のライブ映像と、因島市民会館でのプレミアムライブの模様を、生中継で上映した。プレミアムライブの1曲目では、愛が呼ぶ方へ、 因島高校の生徒と共に披露し、因島市民会館の外に移動後は、青影、邪剣にしないで、を、因島の海という形を背に披露した。2019年4月1日に、島並ロマンスポルの18、ディープブレスで会場に設置した、ソンボキン9月8日、公演、ライブビューイングの収益及びグッズ販売の収益を、 平成30年7月豪雨の被災3件に復興支援のため寄付したことを発表した。岡野、動ともに大の広島東洋カープファンであり、テレビやラジオ、ライブ MC ではかなりの頻度でカープの話題を口にする。楽曲の中には非公式カープ応援歌のみんなのカープがあり、歌詞に絹笠吉夫と山本孝二が登場している。 横浜ロマンスポルの16、ザウェイ、島並ロマンスポルの18、ディープブレスでは、球団とのコラボグッズを発売した。新道は2015年2016年に、松田スタジアムで、始球式を行っており、キャンプや選手会ゴルフの取材経験もある。ポルノグラフィティの原点は、因島高校を在学時に、新道が中心となって結成した、ノースコアというバンドである。 結成時は、神道と彼のいとこらからなるバンドだったが、そこに、同級生の岡野と、小中学校の同級生で当時高専に通っていた、玉が、神道らの誘いで加わった。当初は神道がボーカルを担当していたが、コーラスとして加わった、岡野の方が、歌が上手かったことから、岡野にボーカルを譲り、神道は、ギター担当となった。その頃は、 音楽への憧れ、かっこよさそう、青春時代独特の勢いという理由が大きく、実際に高校3年の文化祭で演奏した成果は、自分たちでも下手だと感じたほどという出来栄えであったが、演奏を聞いた、同級生や後輩からの声援に夢を抱くようになったという。1993年の春に岡野と新道が、 高校を卒業し、岡野は大阪の予備校に入り寮生活を始める。神道は福山で一人暮らしをしながら、多摩と共に因の島や福山でバンド活動を行うようになり、夏頃からは広島県内の複数のコンクールに出場し、尾道、三原地区で行われた楽器店主催コンクールで優勝するなどしている。 ボーカルはオーディションを開催するなど、いろいろな人と模索しながら活動するもなかなかうまくいかず、次第に、やっぱり、秋人とやりたいという気持ちが固まっていったという。1994年に、岡野が大阪の大学に入学。多摩も、京都の音楽専門学校に入学したことから、新道と共に、 大阪へ移り住み、ノースコアのメンバー5人全員が大阪で再会を果たした。その5人で再びバンドを結成したが、ほとんど活動しないまま2人が脱退する。同年夏頃より大阪で新たにバンド活動を始め、ポルノグラフィティを名乗るようになる。当時は、岡野、神道、玉に、中尾天生を加えた4人組であったが、 中尾が1995年に脱退し、代わって、小畑英二がメンバーに加わった。その間、ライブハウスでのライブ活動をしつつ、レコード会社にデモテープを送るなどしていた。1995年秋頃から白天での、ストリートライブ、震災橋筋二丁目劇場で、若手芸人によるお笑いの合間にライブを行うようになる。 その頃は、イベント出演も合わせ月に十数本のライブをこなし、徐々に人気が出始めているのを実感していたといい、12月には初の単独ライブを開催した。1996年は7月に開催した自身2度目の単独ライブで手応えを感じ、夏にはアマチュアや若手バンドを対象とした複数のコンテストに出場。この頃には、 東京へ行きたいという気持ちを持ち始めており、その前に大阪で何か形を残したいと意気込み望むも最高成績は2位であった。11月には NHK 主催ニュー BS ヤングバトル全国大会に出場するも、ポルノは今が絶頂だからという理由で入賞はならず、バンドの方向性を見失ってしまう。そのため1997年に入った頃は、 モチベーションが最悪な状態で解散すら考えていたという。1997年3月にラストチャンスとして望んだソニーミュージック SD グループオーディションに合格しソニーミュージックレーベルの SME レコーズやアミューズとの契約を得る。4月27日には震災橋クラブクワトロで単独ライブを開催。 ソニーの力を一切借りずに550人を動員した。大阪での最後のライブを成功させ、9月末に活動拠点を東京に移した。状況後はすぐにメジャーデビューとはならず、メジャーデビューに向けた長い修行期間が始まる。バイトは禁止されていたが、なんとか生きていけるくらいの月給をもらっており、最初の1年はほとんど放牧状態で、 音楽活動を行っていた。1998年夏に、ホンマ・アキミツが音楽プロデューサーにつき、メジャーデビューに向け本格的に楽曲制作やレコーディングを開始した。状況から2年、数回のデビュー延期を経て、1999年9月8日に、アポロでメジャーデビューを果たす。オリコンチャートは、初登場84位であったが、出演した。 音楽番組やテレビ番組のタイアップが話題を呼び大ヒットを果たす。当時はレコード会社の予測を超えて売れたため一発屋ではないかと囁かれたが、翌2000年に一人の夜、ミュージックアワー、サウダージ、サボテンと立て続けにヒット曲をリリース。同年に NHK 紅白歌合戦初出場を果たし、人気バンドの地位を不動のものにした。 その後もライブを中心に、テレビやラジオ、イベントへの出演など、精力的な活動で成長を遂げていた彼らであったが、デビュー5周年を迎える、直前の2004年6月に、タマが、さらなる自身の追求のために脱退を表明。同年7月28日にリリースした、ベストアルバム2作を最後にポルノグラフィティを離れた。後のメンバーの発言によれば、 その頃が2009年時点において唯一解散や活動休止を考えた時期であったという。二人体制となりデビュー5周年を迎えた2004年9月8日にシスターをリリースし再スタート。新たなポルノグラフィティの確立という目標を掲げ既存、またはそれまでのポルノグラフィティの姿にとどまらず常に進化し続けようと活動を重ねる。その後も ネオメロドラマティック、ジョバイロ、ハネウマライダー、今宵、月が見えずともといったヒット曲をリリースし、2008年にはシングルアルバム出荷枚数が1200万枚を突破。ライブの規模も拡大していき、2006年に横浜スタジアムで初のスタジアムライブ、翌年に初のアリーナツアーを開催。デビュー10周年を迎えた2009年にはライブ通算400公演。 通算観客動員数百万人を達成し、11月に初の東京ドームライブを成功させた。2010年代に入ると様々な音楽イベントフェスに出演するようになり、2014年にモンスターバッシュ、2017年にロックインジャパンフェスティバル、スイートラブシャワーにそれぞれ初出演を果たした。また、2013年からはメンバーが中心となり、 アミューズ所属のアーティストとともにアミューズフェスを定期的に開催している。活動は国内にとどまらず、2013年には初の海外ライブとしてアメリカ、韓国、台湾の音楽イベントに出演した。台湾では2016年に再び音楽イベントに出演し、2017年3月には単独ライブを開催。2018年9月8日に デビュー20周年イヤーに突入すると、同日に開催した、外線野外ライブ、島まロマンスポルの18、ディープブレスを皮切りに、アリーナツアーの開催、音楽イベントフェスへの出演、シングル3作品のリリースなど、制作、ライブともに充実した1年を過ごす。2019年9月7日8日には20周年イヤーの集大成として、自身2度目の東京ドームライブ、 日本ロマンスポルの19神 VS 人を開催し、公演2日目の9月8日にデビュー20周年を迎えた。20周年の華々しい祝祭となった東京ドームライブ以降、ポルノグラフィティの次なる新展開に向けて、それぞれソロの制作活動に打ち込むようになる。その間、表だったポルノグラフィティとしての活動は2020年12月の 配信ライブのみであったが、2021年8月2日に、ポルノグラフィティ2021年、新指導と名打ち、同年9月からの新指導として、新シングル、テーマソングのリリース、全国ホールツアー、セブンティーンスライブサーキット続、ポルノグラフィティの開催を発表した。 1994年から1999年9月1994年から1999年、太字はディスコグラフィ、単独ライブを示す。 1999年9月から2004年9月1999年2000年2001年2002年2003年2004年2004年9月から2009年月2004年2005年2006年2007年,<何>年2008年2009年2009年9月から2014年9月 2009, 年,年,2009年,2010年2010年2011年2012年2013年2014年2014年,年9月から2019年9月 2014年、2015年、2016年、2017年、2018年、2019年。2019年9月から2019年、2020年、2021年配信シングルオリジナルアルバム、ベストアルバム、ライブアルバム、ライブ映像ビデオクリップ集、ミュージックビデオインディーズ時代の作品、ミヨン弦科楽曲、ミヨン弦科楽曲、一覧でも作品でも作品一覧カバー。 楽曲カバー楽曲一覧メンバー個人のカバーを除く、書籍一覧ライブバンドとして圧倒的な実力を誇り、パフォーマンスはもちろん、会場全体を巻き込む力に非常に長けている。 1999年から2003年2004年から2009年2010年から2014年2015年から2019年2020年から1999年2000年2001年2002年2003年2004年2005年2006年2007年2008年2009年2010年2011年2012年2013年2014年2015年2016年2017年2018年 2018年。2019年 NHK 紅白歌合戦、NHK 紅白歌合戦、ミュージックステーションミュージックステーションにテレ系音楽の最低ベストアーティストその他、FNS 歌謡祭ソングスヘイヘイヘイ,ヘイミュージックチャンプカウントダウン TV、シングルアルバム映像作品自他ともに認める、アメバンドであり、野外、屋内問わず、 ライブの天候に恵まれないことが多い。特に、横浜スタジアムでは、これまでに2006年8年14年16年に、各に公演を開催しているが、2006年7月23日2008年9月7日2014年9月20日2016年9月3日の、計4公演で雨が降っている。このうち、開演直後から雷を伴う。 ゲリラ豪雨が直撃した2008年9月7日、公演はメンバーファンから伝説の豪雨ライブと呼ばれており、アメバンドと呼ばれるポルノグラフィティの逸話となっている。13スライブサーキット、ラブ、EmailFrom1999 ではツアー初日、最終日を含む大半の公演で雨が降り、名古屋、徳島公演では雪が降っている。また、 島並ロマンスポルの18ディープブレスでは歌詞にウが登場するサボテン披露中に雨足がさらに強まりその後演出で使用したスモークが雨の影響で会場内にこもってしまい会場をフロートで移動しながら歌唱する岡野がスモークで見えなくなる AP バンクフェス12での MC でリハーサル中に土砂降りになった話をした直後に 小雨が降り始めるといった数々のエピソードがある。また、雨対策グッズとして2014年にテルテルボ坊主、2015年に折りたたみ傘、2018年に背中にうなどフらぬとプリントされたポンチョをライブグッズとして販売している。これらのエピソードを受け、震度は雨男は秋人の方と主張しているが、それに対し岡野は、 プライベートで野球をやろうと8回企画して8回とも中止になった正一の方がアメ男と反論している T シャツやタオルといった定番のグッズの他にチャレンジグッズと呼ばれる代わり種のグッズが定番となっている2007年にエースライブサーキットオープンミュージックキャビネットのライブグッズとしてギターストラップを販売した際にメンバーがそんなもの売れる すごくチャレンジングで面白いと感じたことがきっかけで誕生したグッズの枠で担当スタッフはメンバーの想像を超えるものを提案することに必死になってきましたとコメントしている近年ではぬか漬けキット、デウス、グリーンバックセットといったチャレンジグッズを販売しておりたびたび SNS で話題を呼んでいる主なチャレンジグッズ一覧ありがとうございます